民美彦山古墳群、妙剣彦山古墳群の一名味彦山古墳群は、高知県南国市名美にある古墳群、南国市指定史跡に指定されている。彦山と称される丘陵のふもとにおいて、三期の古墳で構成される古墳時代後期の古墳群である。民美彦山一号墳、妙剣彦山一号墳は、古墳群の南西に位置し、朝倉古墳、昌蓮古墳と合わせて、 土佐三大古墳と総称される。近年では2005年度に墳球測量を石室実測調査が2010年度に発掘調査が実施されている。直径14メートルの円墳とみられ、中央に両袖式横穴式石室を開口する。石室規模は次の通り。1号墳は洞窟を受けているが、発掘調査では、水液、玉類などの副葬品が出土している。 出土品より、築造時期は、古墳時代後期の6世紀末マイナス7、世紀初頭頃と推定される。民美彦山2号墳は1号墳の東にあったと、されるが、現在は破壊され消滅しており、詳細は不明。3号墳よりも大きな、横穴式石室を持ち、主張母的位置づけであったと言われる。民美彦山3号墳、妙賢彦山3号墳は、1号墳の、 北東、約200メートルの地に位置する。直径5メートル、高さ2.3メートルの円墳で、両袖式の横穴式石室を開口する。石室規模は次の通り。3号墳からは、人骨とともに、末期、自家刀、トース、バグ、鉄釜、鉄製すき先、まが玉、下玉などの副葬品が出土している。出土品より、築造時期は、 古墳時代後期の6世紀後半頃と推定される。ありがとうございます。